はい、それでは令和3年司法書士試験筆記合格一発合格の片岡みなみさんにお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。本日はちょっといろいろ私からお伺いしたいんですが、まずそもそもなんで司法書士、資格を目指そう、そして司法書士、その中でも司法書士をやろうと思ったのかお聞かせください。はい、私は公務員として法律に携わる仕事をしていたのですが、大学の方は理系なので法律の学習経験が全くなく、ね、せっかくなので法律の勉強をしてみたいと思ったのがきっかけで、資格試験の方を考え始めました。はい、その中で私 の親戚が亡くなった時に司法書士の先生に大変お世話になったというふうに両親に聞いておりまして、ですのでそういったこう人の人生に寄り添えるような仕事というのが司法書士なのかなと思いまして、司法書士を目指すようになりました。はい、ではその司法書士を目指すに勉強するにあたって独学って選択肢にありました？独学は全く選択肢にはありませんでした。はい、じゃあ予備校を利用しようっていう中でいくつか予備校がありますけども、なぜレックにされたんでしょうか？はい、レックは高い合格実績、特に一発合格者を多数輩出しているというふうに聞きまして、私も受けるのであれば必ず一発で受かりたいというふうに考えてましたので、レックを選びました。はい、では片岡さんが考えておられる一発合格なぜできたと思います？はい、まあ、目標通り、ね、はい、でしたけれども、はい、一発合格の秘訣をお答えください。はい、司法書士試験というのはかなり膨大な範囲からの出題がありますが、私の場合は暗記を徹底したこと、これが一発合格の秘訣だったと思います。曖昧な知識で問題に臨んでしまいますとやはり点数につながりませんので、暗記を徹底して特に表の読み込みをたくさん行ったこと、それが点数につながったのかなというふうに自分では考えております。はい、直前期にねすごい成績ぐんぐん伸びてって、はい、その暗記の効果が、はい、問題解きながらじゃあその、はい、それきっかけで暗記していった感じですかね。そうですね、はい、はい、素晴らしい。ではレックで良かったなという点があれば、はい、その他のことも含めてお答えください。はい、そうですね、やはり一番良かったと思える点は佐々木先生から の丁寧なサポートを受けられたというところですはい、私もその今まで大学受験などで予備校には通っていたんですけれども、うん、ここまで講師の先生から一対一で丁寧なサポートを受けられるという経験は本当に初めてでしたので、ことあるごとにこう自分の現状ですとかそういったことを素直にお話しして、それに対して適切なアドバイスをいただくことでこうモチベーションを下げずに最後まで走り抜けたのかなというふうに思ってます。はい、嬉しいです、はい、私も、はい、ではこれから司法書士を目指そうという方、はい、もしくはもう目指していらっしゃる方に向けて、はい、メッセージがあれば、はい、ぜひお願いします。はい、司法書士を目指される方は今何かこう人生の岐路にある方というのもかなり多いのかなというふうに思います。でその中でこう資格試験という、 こう自分が頑張れば結果が得られるというようなそういったものをこう挑戦してみようというその心がけだけでも本当に素晴らしいことだと思います。でなのでそういった気持ちを大事にこうレックで学習を続けてそうすればこう必ずこう花咲く時が来るのかなというふうに思いますので、そうですね、今の気持ちご自分の気持ちを大事に頑張っていただければと思っております。はい、本日はどうも貴重な話ありがとうございました。そしておめでとうございました。ありがとうございます。